暮らしの情報室、今回は文京区根津忍ばず通りにあります文京区立忍ばず通りふれあい館にやってきました。それでは早速中に入ってみましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。富並と申します。今回はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ふれあい館運営協議会の山里と申します。よろしくお願いいたします。はい、ふれあい館祭りに関わっております宮田康子です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。こちらのふれあい館はどんな歴史があるんでしょうか。忍ばず通りふれあい館は平成9年に、区民に地域活動の場を提供し、地域コミュニティの形成を図るために設置されました。当初は区が直接運営管理して、いたんですが、12年に、地域の方たちが運営協議会を作り、区から受託して運営、管理が始まりました。ここは外観は近代的なビルと下町風情がマッチした親しみやすい外観になっています。この1階多目的スペースは下町祭りなど地域のイベントに利用できるように壁ではなくて4枚のガラス戸になっておりまして、防災訓練とか外のエントランスと一体使うことができます。また雨水の利用も行っておりまして、トイレの洗浄や植木の水でやりに利用しております。こちらはどんな方にご利用いただいているんでしょうか。そうですね、ふれあい館のこの多目的スペースは防災の訓練だとかいろいろな体験などでも利用しておりますし、冬休みとか夏休みのここは学習スペースとしても使われているので貴重なことだなと思っていますけれども、他には地下のスペースがとても利用されておりますし、スタジオなどもあって若い方たちのね音出しの場所として利用されております。で3階と4階の会議室もそれぞれの特徴がございますけれども、あと和室もございますし、お茶室などもいろんなジャンルの方にご利用いただけていると思います。いや本当に大勢の方にこうコミュニケーションが取れるような場所になっているということでしょうかね。ふれあい館の開館時間は午前9時から午後9時半まで、休館日は毎月第3月曜日、年末年始になります。ご利用いただける方は文京区内に在住、在勤、在学の方および区内所在の会社、各種団体などになります。ふれあい館では令和2年2月15日と16日に今回記念すべき20回目を迎える春を呼ぶふれあい館祭りを行います。今日はふれあい館祭り企画部会の皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。ではまずふれあい館祭りの目的を教えてください。このお祭りは日頃からふれあい館をご利用している皆様が活動の成果を発表する場としてあるとともに、地域と利用者が一体となり地域の連帯感や絆を生かすことを目的にしております。この祭りを通して下町の地域連帯感は防災や安心安全な町づくりの積極的な取り組みにつながっていくことを期待しております。今年は記念すべき20周年ということですけれども、何か特別な試みはありますか。20周年記念ポスターを作成しております。根津小学校の1年生と根津幼稚園の園児にポスターを作ってもらい、根津地域の町会の掲示板に掲示したいと思っております。20周年の特別なイベントなどは予定されてますか。もともとこの辺は下町で皆さんいろいろな芸能をなさってる方が多くて、このふれあい館ができてからは本当にいろいろな活動が発表されるようになりました。それぞれの団体が演奏したり発表していることを一緒にコラボしたらどうかしらというふうに進めてきまして、ただ団体が多いものですから毎年というわけにいかないので、こういう周年の時には進んでコラボ活動を取り入れたらどうかなと思って、今年はいくつか出ると思います。今回は記念グッズなどは用意されているんでしょうか。
そうですね、根津はあの伝統工芸士の杉山さんという方が住んでいらっしゃるので、その方が図案を書いていただいてクリアファイルを作成いたしました。でそれは当日のスタンプラリーで記念品として配布する予定です。記念すべき20周年といいますと、やっぱり喜びもひとしおですよね。そうですね、当初から参加していて、最初はもう本当に手探り のお祭りになりましたけれども、地域の方と、ね、参加型で年齢層とそれからジャンルが広がって、とてもあの賑やかなお祭りが続いていけると思っております。お話ありがとうございました。ありがとうございました。ふれあい館の地下ホールで行われるふれあいオンステージでは、普段スタジオやホールで活動しているサークルが活動の成果を披露する発表会をします。私たちがやっている琵琶というのは近代琵琶で、割と明治大正の頃から始めまして、初めは弾くだけだと思ったら歌もあるんだということで、まずは最初に語りを教えて物語を、それからその弾き語りなのでね、弾くことを教えて、そして琵琶、歌と弦と両方を弾き語るということで、だいたい月3回ぐらい皆さんお稽古に来てます。私たちは琵琶の弾き語りをやるんですけども、よくコラボレーションも今までやってきました。で限られた時間でしか演奏できないので、1人1曲15分っていうとなかなか2人しか出られないので、本来の琵琶は1人の弾き語りですけども、皆さんが出られるように合奏したりして出るようにしてます。ふれあい館で、子どもたちは毎週土日の、10時から、レッスンをしているという形でサークル活動を続けさせていただいています。土曜日に未就学児で、日曜日が、小学生以上の子が踊ります。で今はその踊りを、毎週毎週一生懸命レッスンしているという状況で、本番は皆さん元気に、みんなで揃って踊れるといいなと思っております。ふれあい館祭りでは、他にも茶道の体験、子どもの遊び広場、サークル団体の作品展示などが行われます。私たち若葉会は表千家 のお茶を習っているグループです。今生徒は4人いまして、あとは先生1人と講師が1人でやっております。私たちはふれあい館祭りでお茶会をします。ですのでこのようにお着物を着て皆様にお茶をお出ししますので、それを召し上がっていただければと思っています。そのために向かって今私たちはこのようにお稽古をしています。令和2年2月15日と16日、ぜひ春を呼ぶふれあい館祭りにお越しください。